御前崎灯台は、静岡県お前崎市お前崎に立つ灯台。日本の近代化産業遺産、日本の灯台五重線に選ばれているほか、歴史的、文化的価値の高さから A ランクの保存灯台に指定されている。なお地名は、お前崎だが、灯台名は、御前崎である。昔から、遠州などは航海の難所で、この沖の岩礁で座礁、難破する船も多かった。 1635年には、江戸幕府により、お前崎に、三岡東明堂が作られた。しかし1871年4月8日、江戸幕府が建造した軍艦が、三崎の沖合の生後年に座礁する事故が発生。洋式灯台の建設が急がれることとなった。灯台の父と呼ばれる、英国人、リチャード・ヘンリー・ブラントンの設計により、1872年に、気候、 二年もの後期と二万五千円余りの拒否を投じ、1874年5月1日に完成した。回転式の第一等フレネル式レンズが日本で初めて使用された灯台でもある。白亜の塔型をしたレンガ作りの大型灯台。灯台上から見下ろすお前崎、海岸線を通る静岡県道357号。 桜午前気候線と太平洋一般公開されている三観灯台で小学生以下は無料、中学生以上は300円の三観寄付金を支払うことで上まで登ることができ、灯台城からは太平洋を一望することができる。周辺はお前崎演習灘県立自然公園に指定されている。海岸線を通る静岡県道357号。 桜午前気候線と午前崎東大東大直下の海岸線に静岡県道357号桜午前気候線が通る。東大周辺にはお前崎グランドホテル、旅館塩おみ民宿みつる、お前崎ユースホステルなどの宿泊施設がある。公共交通機関でアクセスする場合、静岡駅方面からは佐良営業所まで、菊川駅方面からは 浜岡営業所まで静、鉄ジャストラインのバスで向かい、両営業所を発着するお前崎市の自主運行バスに乗り換え、お前崎海洋センターバス停で下車、徒歩5分。2006年度末までは静、鉄ジャストラインにより、静岡駅から御前崎東大駅直通バスが運行されていたが、廃止された。ありがとうございます。